前回までのあらすじ。2チームに分かれて一歩一円でゴールであるディズニーランドを目指すポップヴィランズ。両チームとも独自の作戦でひとまず1個目のミッションをクリアし、残るミッションは2つずつ。果たして先にミッションを終えゴールにたどり着くのはどちらのチームだ。はい、ということで、はい、雷門に着きました。雷門ちゃうわ、浅草。浅草浅草に到着しました。ここからで雷門行く。初浅草。え、 あれが雷門だよ、あそこに。あれか、うん、じゃあ明日まで行くか。そうだね、行くか、あっち行って、うん、人をポンチョンハラさん、おりゃーおりゃー、おりゃー、おりゃー、え、ケンチ、ケンチ、もう乗っちゃう。あ、待って、でもうちら足りるかわかんないよ。ちょっと端っこにあって、ダダン9953。はい、はい、ということで、はい、今計算したら、うん、残りが5556円。ワンチャン乗れそうな気もするんですけど、とりあえず怖いから、うん、ちょっと浅草を、うん、まあ、歩きながら歩数を稼いでちょっと乗ろう。あと美味しいものもあるかもしれない。そうそう、見たいしね。はい、初浅草なんでちょっと探検していきたいと思います、うん、レッツゴー。ガチャポンコーナーにやってきました。なんで？あ、これ俺ら YouTube、ディズニー YouTuber として何？やらんといかんくない？え、マジで言ってる？400円でもさ、これさ、そうそう、全部揃っとる。やる？やるか。やるんか。やるの？あ、でもそうか、スカイツリーとか登らないかんやろ。あと、だけ人3000歩くらいやろ、登らないかんけん。やろか、ガチャ。1回だけな。おい、倫理観どうなっとんねん、お前この野郎。何当ててほしい？まあ、なんでもいいかな。まあ、でもサリーか、まあ、ブーとかだったらみーちゃんにあげれるんじゃない？あ、そうね。では、行きたいと思います。ずっとあと3店舗歩かないきゃいけないねから進まないんだけど。行きます。正解はブーです。おお、ブーじゃん。ブー出ました。じゃあこれ後でみーちゃんにあげよう。そうね、うん、お土産。相手チームへの気遣いも忘れないから最高。これが勝利へのコツ。うん、散々やってきて覚えたやろもう。ね、これ最悪負けてもね、そうそう、許せる。俺たちはお土産を買ったからねっていう言い訳ができる。そうそう、その思いやりがあったから遅れちゃった。そう、負けました。でもどうですか、あなた方は。人として正しいのどっちですかみたいなね。OK、 じゃあ、光あと3000歩。ここ来てからずーっとあと3000歩。さっき食べた時よりも減ったもんね、多分。いいよね。 あっこからここに移動してきてだけだもんね。いいよね。 OK、うん、じゃあとりあえず3000歩ね、歩いていきましょう。歩こうや、そろそろ。レッツゴー、レッツゴー。雷門に来たぜ。イエーイ、イエーイ。超楽しんでない？ここの中か。ここからそう、ここよ、中が。あ、行こう。食べたいな、いちご飴。そうね、人すごいな。すごい。人形焼きとかもそう。うちは使うことしか考えてない。増やした分使ったら意味がくれ。せやんな。はい、というわけでさっきのディズニーのやつがやってるのが、うん、回廊って書いてあったから、これ、登らんと関係。で、今、うん、13,312歩で、うん、1043歩足りません。え、全然足らんやん。あと1043歩歩こう。この前、往復しまくる。いや、迷惑な客。一枚写真撮っとくか。そうね、写真撮った写真がこちら、ラン。はい、ここで緊急に動画撮ってます。ずっと撮ってるわ。人力車、うん、そろそろ行けんじゃないかと。そう、向かってたところ、うん、今どうしても、うん、いちご飴を食いたいと。食いたいね、俺らいちご大好き人間や。大好き人間両方、うん、だから、うん、いちご飴、うん、このいちご飴食べましょう。じゃあいちご飴買っていきたいと思います。イエーイ。じゃあこちらです、いちご飴。ねえ、インサートはここにある。うまそう。じゃあこれからいっちゃっていい？いいよ。うまそう。うわ、おっきいね。
絶対味しないよ。おいで。うん。それ仮面の。うん。お、パリっていける。あ、めっちゃいいじゃん。うまい。うまい。うわ。いちごから生まれたいちごです。いちごから生まれた。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃうまいな。11,722。いけるいける。いけるいける。じゃあちょっといちご飴食べよう。いちご飴食べていきます。はい、いちご。やばいね。あ、君はモアナなんだ。これはどうせここまで来たならやっぱ俺らはこれをミント変えないよ。リメンバーミーもリメンバーミーもあってさ、しかもなんかさラインナップいいよね。そうそう、楽しみすぎるわ。え、早く歩こう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 歩こう、頑張ろう。よしよしよし、レッツゴー。マジうまい。でもあかんよ、俺ら目的はディズニーランドにたどり着くことやからさ、こんなめちゃくちゃいい雰囲気で飴食べてる場合じゃないから、よし人力車行こう。はい、はい、ということで、はい、人力車をね、うん、探しに行こうとしたんですけど、したんですけどね、はい、違うものを見つけてしまいました。はい、はい、こちらデリン白いちご。これは買わなあかんやろ。これはね、やっぱ食べたいよね、うん、いや、白いちご食べたことない俺。行きなよ。行くで。うん、全然美味しくない。食べてみ。さっきのいちご飴の方が美味しい。断然うまいやろ。高かった。高かった。これ、これ、あ、ちなみに900円。900本です、これ900本分損しましたけど、はい、頑張ります。人力車乗んなきゃ。人力車行こう。人力車Let's go。 いや、いい。ということで、あれから一生懸命歩きまして残り約200歩、うん、で、ついにインしまして、うわー、なんか楽しんでいきましょう、言うで。なんかすごいね。うわ、すげえ、ね、なんかこれ人作ったって思うとマジすごい。いやいや、もうゾッとする。見て、東京スカイツリーチケット。 あ、ここで買うのか。そうね、ここでだけ買うんや。っていうことで、もうどう今何本ちょっと見ていい、うん、14247。あと8歩あと8歩あと8歩だそうです。行こう行こう行こう。はい、今、全部で使った金額が、はい、6267円やから、で、今だいたい11,000ちょっと、うん、ちょっとあった歩いてくれるから、で、今引いて5686本、まあ、円かぐらい、まあ、おそらくいけんじゃねっていうな。だから、とりあえず乗ろということで、人力車探してちょっと値段聞いていきたいと思います。はい、はい、BL オンリーでどんだけ取り寄るの。もう良くない？ありがとう。あ、すごい。あ、そうそうそう。すごい。待って、これ今普通にめっちゃいいよ。マジで黒ベッドとかになってるよね。普通に。え、怖い。携帯落としたらマジでごめん。マジで。嬉しそうな軽い感じ。ほらほらほら見て、ミニちゃんの。あ、本当に。かわいい。いい焼きじゃん。これ時代屋さん。時代屋さん。人力車です。人力車です。初人力車。初人力車ね。かっこよ。5,000円できました。5,000円。はい。足りた。うわ、すごい。すごい。本当に。すごい。本当にシャドウ走って、しかも速い。すごい。めっちゃ速い。え、めっちゃ速い。え？すごい疾走感ある。ね。超楽しい。え、これいいね。いい。うわ、すごっ。スカイツリー。うわ、すごっ。はい、いきます。はい、チーズ。ライオンキング。あー、最高。しかもね、ここ行くとなんか読むのも怖いし。うん。これね、言うとくよ。これ、ビストさん、来てください。うん。ディズニー好きな方来るべきですよ。景色と相まって、天気良かったらよくてよかった。ヘリこんなさ盛り上げんで見れるとかある。確かに。うわ、そして見て見て、ほら人がゴミのようだ。やめたっけ。
はい、ということで、はい、無事に人力車に乗ってきました。乗ってきました。はい、ポストカードとかさ、そう、めっちゃくれて、はい、人力車乗る場合は、時代屋さんで、時代屋さんで、はい、の本間さんがおすすめです。最高ですね、めっちゃいろいろ教えてくれるし ね、チャンネル登録もしてくれて、そうしてくれたね、優しい、優しかった、本当に楽しかったね、うん、めっちゃ楽しかった、何より楽しかった、もうなんかそれだけでなんかいいもんね、そう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 結構もう負けてもいいね、うん、ということで、うん、じゃあ、うん、次のミッション、そうだね、はい、こちらです。12,547。なんかあれ、もしかして人力車乗ってる時の振動でちょっとなったのかな、ちょっと上段かもしれへんな、ね、今残りが1280円やから、うん、移動できへんよね、確かにちょっと歩かなきゃ、そうそうそう、次のミッションもらって、そうだね、一回決めようか、うん、次のミッション連絡してみたいと思います。聞こう、 A か B 選べんだ、そうや、 B や、 B 行こう、 B 行こう、 B 行こう、さあ何が来るか、さあ来ました。2時間待って、いや、中いて、あ、待って待って、ええ、ミラベル、これ、コーヒー、いや、喜ぶやろね、送ってあげよう、送ってあげよう、かわいい、もうええて、ナダルもうええて、はい、はい、ということで、続いてのミッションがやってまいりました、はい、やってまいりました、はい、この写真と同じ写真、まあ、うん、この場所に行けってことですね、ベンチ、青いベンチがね、はいはい、分かる場所、あのさ、絶対ホテルの近くやん、いや、ホテルまで行けへん、マンションの、うん、横ありだよね、横のとこやと思う、ね、確か確か、うん、近いか分かる、いや、これ多分新浦だと思う、あ、新浦ですね、そう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 、440円、1人440円、うん、800円、あ、全然いけるか、うん、いける、1000円くらい余ったもんな、で、しかも今ちょっと歩いたから、うん、こう行ったか、13,082、あ、いける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 、ね、うん、いけるね、ということで、じゃあ、はい、行っちゃいますか、行っちゃいましょう、新浦ですか、新浦です、レッツゴー、はい、よいしょ、というわけで、スカイツリー登ってきましたけども、はい、登ってきましたよ、満足しちゃう結構な時間いたと思うよ、マジで面白かったね、スカイツリーのもちろん景色もすごかったよ、うん、でもそれよりもおもろかった、いや、写真もいっぱい撮れたし、そうそうそう、マジで7月12までやってる、19までやってる、あ、そうね、そう、しかも、あ、最近始まったばっかり、ばっかりだ、4月20からやけね、4月19までやってるんで、よかったね、スカイツリーに登るついでに回路までみんな行ってください、そうそうそう、はい、そうしてるうちに、はい、相手チームに抜かされてます、はい、やばいですね、多分俺ら今めっちゃ負けてるやばい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 もう選ぶ権利ないから、うん、ミッションがもう来てたんだけど、うん、葛西臨海公園で桜マタタ、桜マタタ響きた、あ、要は葛西臨海公園で俺らさ、めっちゃ初期に白生タタ撮って、はい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 、それの再現写真を撮って行けばいいってことね、はい、と、オーケー、場所分かる、あれ、あのね、葛西に向かえばいいんだけど、ああ、今ね、1700円ぐらい使えるから、で、ああ片道が1人400円ぐらいだもんね、すぐ乗れる、行けるよ、というわけで、まあ、とりあえず向かってきます、おいしょ、はい、はい、ということで、新浦安駅に到着しました、はい、ということで、思ってた駅となんか雰囲気が全然違うわ、もっと近くになんかあれがあると思った、ああ、ホテルとか、そうそう、もっと奥なんや ね、もうちょいあっち側、結構歩かなあかんね、これもちょっと日も暮れてきたんでね、でも稼げるよ、あ、そうか、稼ごう稼ぎましょう、稼ぎましょう、よし、じゃあちょっと散策、はい、していきたいと思います、うん、レッツゴー、全然分かれへんで俺、あのマンションを見つけたいね、そうそう、あの結構でもでかいマンションやったと思うんだ、そうそうそう、トイレ行くときどこ行ってたっけ、なんかさ行ってたよね、誰かトイレ、あ、行ってたような気する、それ近くにあるやつじゃない、はい、ということで、あと3分だ、急がないとね、これかこれかこれか、それ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 、なんていうの、清澄白川、お金、お早いね、今日一日で人間ってこんな進化するんですね、体勢まで変わっとる、最初の頃思い出してるよ、あの、これ見て、スピーディー、え、見て、急いだ切符、ここに見えんかった、よし、早ー早速ね、葛西の方に向かっていきたいと思います、
あおほほほ結構ありだけど、うん、全然わからんな。ないないない。ないよな。ない。でもだいぶありげんでももう20分近くありげんじゃん。てかさ、うん、駐車場さ、なんかああいう感じの中に止めなかった。そう、中の上に止めて。え、あれじゃん。え、だよね。この奥じゃん、シンプルに。え、てかあれじゃね、やっぱ。いやでもこんな栄えてた。いや栄えてないと思う。ちょっと一回調べよう。うん、てめえこれ俺のせいお互いのせいやわ。てかまあ言うとったやんか、アクシデントが起きました、うん、ちょっと土地勘がないって言ってたんですけど。そう言うとったよね。葛西臨海公園だから、うん、葛西駅に向かえばいいと、うん、俺要するに暇だからこうご先祖見てたらあれなんか前浜と葛西遠くねみたいになってでよく調べたら葛西臨海公園駅なんだね。があるんだ ね、ちゃんとねっていうことに気づいて、はい、急遽葛西の一歩手前西葛西駅で降りましたんだけどで調べたら、ブスで行かなきゃいけないと。ブスで行かないかんと、まあ、ちょっときついと。我々今、うん、18,563歩で、現状の持ち歩が、1535515355を使ってると。3208円余ってるんですよ。はいはいはい。タクシーなんだ。タクシーわ最高。めっちゃ楽頑張って歩いたけどね。こんなの贅沢しよう。ついに到着しましたね。到着した。確実にやったよ。ここに来たかって。こちらです。てるん。ここやろ。ここですね。絶対そうでしょ、うん、その横のとこや。ちゃんと手あげてタボちゃんですもうここまで来たら、うん、ちょっと一発出してくわ、うん、余裕の舞。余裕の舞。オッケーここまで来たらもう勝ちでしょ、うん、2回撮らせていただきました。踊って。イライラ違うポップンタウンさんすいませんこれやこれ。このベンチです。これです、はい、懐かしいね。じゃあ次は兄ちゃんがあれするわ。葛西臨海公園駅ですね、はいはい、到着しまして今タクシー降りたんですよ。大体まあ1000ちょっとで行けるんじゃないかな言うて、まあ、そんなもんだろうっつって、2300円高くない2300円かかりました。まあでも、うん、さっき餅がほら3208ぐらいあったよね、うん、でまあ一応はやと思う。943まで下がったね。ということで来ましたよ。あ、違う違う、これも買った。あ、そう、あ、ごめんナチュラルに飲みやろう。コーラ買った、うん、だってこれ俺らだってあのクワアイナ以来の水分よ。そうよ、もうちょっとね疲れたて、ね、さすがにというわけで白生だとしていきたいと思います、うん、場所は俺。あ、分かっとる、うん、この頭脳にマジで全て入ってる。じゃあさっさと連れていけや置いてこうかなこのデーブこの野郎全然ちゃうかったけど、くじばくとまあでもここですね。まあここですね、はい、そしてやっぱ英語は歌えない。そうですね、私たち、はい、ということで、はい、ここで一回ちょっと歩数を。そうだね。懐かしいんよ。何が。マジで何が。あのほら屋根の下の、うん、下のあのアイスの自販あそこ で覚えてる。一番最初に男気やった。そう、うわ懐かしいわ。一番最初の初代男ね。まだ俺が馴染んどらんこれを。そう、まだタボヤに気使ってるから。そうそう、これ右だな。右、うん、これ右。黙って俺についてくればいいんだよお前は。さすがやわ、うん、俺マジでもう疲れたんて。いや疲れたよ普通に。さすがにでもね、これ終わったら向かっていいとよね、ディズニーの。多分ね。どういうこといや多分そうよ。そういうことだね、うん、多分もう一個ラストミッションとか。やめてもうやめてもう無理はい、ということで、はい、最後のミッションもクリアしましてね。はいはい、ということで歩数をじゃじゃん17,771。はい、ということで幸運なこれ勝ちちゃう。5464円余ってます。こんなに余ってるよ。
超遊べんじゃん。遊べんな、うん、最後舞浜に行けるってことで一応報告します。はい、ほらここ覚えてない。ほんとや、あっこで、うん、あこの橋で、うん、橋の岩のほら、そうよ、あそこで白馬またいいとじゃやってね、うん、ここでえとかあれ MV であるよね。 MV でここ使ったっけ。あ多分ある気がする。あと上からのアングルで白馬だだってこうみんなが密集してやったわけです。うわここここ、この下、そう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 、ここここ、この下、この下、まさにここ、こういうアングルよな。そうこの下ここよな。ここで、うん、あの白馬わーおーおーおーのとかやね、ここ、うん、そう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 、こうやっとで、ここでこう、そう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 、ね、でほら巡るの面白いね、なんか懐かしいよね。確かに蘇ってくる、やっぱいろいろと。で、この橋ですよ、ほらもうほら、あ、あれか、そう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 、これ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 。はい、ということで、はい、歩いて帰ろうと思ったんですけどね、はい、バス停があったので、うん、目の前に、ね、お金はあるんでね、僕たち、はい、ということで、まあでもバス、はい、ちょっと足が痛い。そう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 、やばい、ひとまずない、今俺、右の小指、うん、右小指が痛い。いや、ピンポイントすぎやろ。とりあえずバス待っていこう。そうだね、うん、はい、バスですよ。で、バスが何時、150円、1人マジ2人で300円。じゃあ、バス乗ってシムレース、うん、シムレース行きます。イエーイ、やば、懐かしいね。ナトゥイ、最初の頃お金なかったから ね。あ、ここここ、こうやな、こうよ。ごめんなさいね、今ちょっと このレンズズームできないんですけど、うん、まあ本当こんな感じで、あの首を動かすと、そう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 、こういうの、はい、ここです。懐かしい。はい、じゃあこれでミッションはクリア。クリア、いやー、よいしょ、ミッションクリア報告していきます。報告レッツゴー、ゲッチェ。はい、はい、ということで舞浜に到着いたしました。はい、そしてね、うん、もうゴール目前です。はい、目前です。はい、で一旦ここでね、うん、いろいろちょっとおさらいしていきたいと思います。はい、今まで電車、うん、この電車、ここに来るまでの電車も踏まえた、金額が12,947円。なんと現在の歩数がこちらです。はい、じゃじゃん。18,698。ボケ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 。はい、じゃあ引いていきたいと思います。はい、おっ、5,751円。こんだけ余ってます。やば、まあ、ベラボーに腹減ってるやん。いや、めっちゃ減ってる。だって、うん、もうここあと歩けばもうゴールやから。そう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 、だからもうここでエクスペアリー、うん、で、なんか食おう、食べよう、ね、5,000円ぐらいのなんか食おう、うん、最高、最高やろ、うん、まあ、買ってるかどうかわからんけどな。その間にもしかしたら今ちょうどゴールされてるかもしれんし。最悪それ、うん、でも、うん、この絵を使わん手はない。ない、そう、これ終わったら消えるねんもん。だってそうだよ、なくなっちゃうんだから、はい、そうね、うん、ということで、うん、じゃあエクスペアリに、はい、レッツゴー。はい、はい、というわけでゴーちゃんから連絡が来まして、はよ、コングラチュレーション、コングラチュレーション、コングラチュレーション、オーマイガー。それではゲートに向かってくださいと。よかったー。 OK、 というわけでなんかね、微妙にいい勝負な気がする。朝日臨海公園から舞浜も速攻なんで、うんうんうん、でもうあの別に余ってる金額で全然いけるんでね、サクッと歩かんでいいってことやもんね、うん、おっしゃっしゃ、できちゃいます。もう勝とうぜ、レッツゴー、レッツゴー。ダダッ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 ダ残金を使って、はい、これを食べて、食べていきます、ね、行きたいと思います。ちょっと急ぎ目でね。そうだね、そうだね、はい、どう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 、プルプル、うまい、やばい、やばい、うせよ、やばい、やばい、おかわりしちゃった。時間ないのにご飯と味噌汁とキャベツおかわりしちゃった。めちゃくちゃうまい。いける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 、まあ、カツ食べてるし。そう、カツ、カツですから、カツ、うちらカツからね。はい、というわけで続いた。なんかね、夜じゃん。夜やで。あとさ、なんか我らが舞浜で、そうそう、なんかみんな帰り寄る、いろんなさ、うん、ところを巡った結果、うん、ただいま感があるよね、なんかディズニー。そうね、あの俺ら朝10時から行動してんだけど疲れ
ったよ。ちゃんと観光した、ね、思ったより楽しかった。そう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 。というわけで、はい、ゲート前に行って俺の方が早いことを祈ります。はい、もう早いですよ、これはもう。レッツゴー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 、行こう行こう行こう。はい、というわけで着いた。はい、びっくりするぐらいすぐ暗くなる。暗い、いなくない、おらんおらん。いやー、ゴールです、ゴール。いやー、ありがとうございます。疲れた。マジで、この餅みたい、マジでうまい。もちもち、どうするでしょ。嘘。アイチーム。ゴールしてしまった。じゃあ、美味しくいただいて、はい、迎えたいと思います。そうですね。はい、ということで、はい、なんと、いや、マジで。俺でも結構もたついたよ。どこに、まだ来てないのか。だけどそういうことやない、まだついとらんじゃない。はい、はい、ということで僕たちはこちら、イエーイ、イエーイ、ゴールゴールです。はい、ゴールですね。はい、ゴールが目的だったのね。そうそうそう、はい、速さではない、うん、勝ち負けではない、何事もそうですよ皆さん、画面の向こうの皆さんね、うん、速さじゃない、自分のペースで、もう自分の目標に向かってゴールするのが一番大事。そう、はい、はい、あ、うちらね、会いたそうに待ってる ね、あ、おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとう、ありがとう。はい、はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、これシンプルにお疲れ、うん、マジで疲れた。え、でも俺らどっちかで、ね、結構楽しかったけどね。楽しい、マジで楽しかった。楽しかったけど、楽しかった。まあまあ、というわけで、はいはい、全身のせいじまして、はい、なんか絶対負けてたと思ったけど、そうね、まあなんか勝ってたみたいで、勝っとったってことで、商品券いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。たまにはこういうのもいいんじゃないかな、ということで。まあでも、楽しかったね。楽しかった、めっちゃ楽しかった、楽しかった、めっちゃ楽しかった。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。プレゼンありがとうございました。ありがとうございました。